皆様はじめまして、こんにちは、初見と申します。今日はこのスーパーファミコンミニ四駆シャイニングスコーピオンレッツエッドゴーをプレイではなく、こちらプレススタートっていう画面ご覧ください。だいたいこちらの画面10秒ぐらい続くんですけど、この画面の間に裏技のコマンドを入力すると裏技が発動するということで、これがね、子供の頃できなかったんですよ、私。難しくって、今日はそれをやっていきたいと思います。ちょちょ。まあ、裏技とは何かっていうところなんですけど、こちらのミニ四駆、このタイヤとかついてるじゃないですか。あのゲームの中でこのミニ四駆のパーツを買うことができるんですよ。まあ、お金みたいなものを貯めてタイヤとか買えると。で、そのお金が無限になるっていう裏技。そしてレース中にさ、吹っ飛んでミニ四駆が、文字通りリタイアしちゃうっていう現象が発生するのね。それ発生しちゃうと一発負けなんだけど、それを発生させなくなる、発生しなくなるっていう裏技があります。そのためにはどうするか、こちらの画面の状態で右下下左下左右下、そして右下の Y と B を同時押し、これをね素早くプルルルルルルルって入力する必要があります。そうすると音が鳴るので、音が鳴ったら次は BXY って入力した後に B を押しながら右左、これでパーツが買い放題になります。それが入力し終わるとまた音が鳴るらしい。で、音が鳴った後次は B ボタンを押したまま押しながら左下右右下下左下左で、最後右下と X と Y を同乗しで、これやるとまた音が鳴るので、それでコースアウトしなくなるっていう、そういう話らしいですね。でさ、これ子供の頃何が難しかったかって、まあコマンド入力も難しいんだけど、10秒だぜこのタイトル画面が表示されてるのって10秒なんだよ。無理じゃね？こんだけ入力すんの。どういうことよって、子供の頃本当に意味が分かんなかったもんね。さて、このオープニング、これを A ボタンでスキップして、まあスタートボタンでもいいんだけどね。いや、無理じゃね？いや、今入力してるんだけど。全然反応してくれんだけど。はぁ、はぁはぁはぁ。6つ！あのね、右押してから下押して右下 YB のところ、右押して下押して右下 YB のところ、ここめっちゃむずいわ。違うボタン押したもん、右と下の間に右下押しちゃうもん。難しすぎだろこれ。いや、むず。どうする？やべえ、これめっちゃ時間かかるかもしれん。覚悟はしてたけど、たかだか入力でさ、コマンドの。いや、これ合ってる？これ私の指の画面とか映した方がよかったかな。お、なんか全然音鳴らなくなったんだけど、なんで？おかしくない？これなんかおかしくない？これおかしいって絶対。それからどうしたの？いや、もうマジでマジで無理だろこれと思って、ちょっといろいろ調べてたんだけど、さっき右下下左下って入力したと思うんですけど、それ入力された状態になってるらしい。こうやって画面が変わった後も。難易度激減じゃね？そんなんでいいの？もう行くぞこれ。行くぞ。BXY 行くぞ。あれ？あ、
D 押しながら右左ってさ、右押してボタン離して左ってダメなんじゃない？ダメなの？あ！あ、やっぱそうなんだ。ボタンね、十字キーのボタン基本的に離しちゃダメみたいよ。それからどうしたの？いや、B をしたまま左下右右下下左下左右下 XY 難しすぎなんだけど。超むずいこれ。何回聞いたこの音楽。何回私シャイニングスコーピオン見てんの。金持ちが庭に飾ってる車みたいになってるけど、シャイニングスコーピオン。いやむずいこれ。どういうことよ。左下右、左下押してから右から左まではガチャガチャガチャでいけるでしょ。で右下 YXY。 あっ、え、行ったんじゃね今の。え、今のなんかレースがスタートするみたいな音楽だったけど、これか。今の行ったんじゃね。今の行ったんじゃね。行ったよね多分今の。え、やった。子供の頃の夢叶ったね。どんぐらいかかった？言うてもでも30分ぐらいか。30分ぐらいガチャガチャやり続けたんかな。左手痛いよね、もうね。じゃあやってみようぜ、試しに。渡辺隆くん、渡辺正則くんって言ってたけど。誰だよ。ごめんな。これさ、このゲームね、私実家にあるはずなんだけどね、これもね。見つかんなかったんだよな、探しても。だから中古屋さん、ゲームショップでね、買ったんだよこれ。うん。あ、そっか、自分のミニ四駆にも名前つけれるんだったっけ。な、何にしよう。初ミーピオンにする。初ミーピオン。初ミーピオンにする。え、でもさ、これ火でしょ。丸はピにできんのこれ。え、シャイニングスコーピオンなのに。え、じゃあ上のさ、ボディのセイバー600のバはどうやって入力してんのこいつ。どういうこと。どういうこと。なんかいろんなボタンを押せばなんか出てこんの。なんかいろんなボタンを押したらなんか、あ、うわー、喋ってらー。そういやこんな顔してたな。なんかゴリゴリ漢字使ってくんだよね確かこのゲーム。めちゃめちゃ漢字使ってくるから、子供の頃の私話が意味わかんなかったんだよな確か。読めなくって。私このジュンっていう女の子むちゃくちゃ可愛くてすげえビンビンになった覚えあるわ。懐かしいね。まあとりあえずレースしてみようか。でもあれだよな、コースアウトしないかどうかの確認したいけどさ、それってできないよねきっとね。まあ、コースアウトしないかどうかの確認はもうなんか雰囲気で掴んでみようか。うわ、この実況の人森久保祥太郎さんじゃなかったっけ声。あ、4コース初右だ。青色のコーナーなのか私赤色なのかわかんねえや。え、あ、A ボタンだ。あ、そうだったそうだった、すげえ出遅れちゃったよこれさ。で、こうやって走ってるじゃん。見てるだけなんだ、基本的に。基本的にマジで見てるだけで何もしないんだけど、何もできない。何もやることないんだけど、あんまりにも、遅すぎると、遅すぎるとね、コースアウト扱いされて、バーンって吹っ飛んだ扱いされて、ミニ四駆が。リタイアしちゃうんだよね。負けになっちゃうんだよ。あまりにも遅すぎると。一発消えようみたいな。いや、夏い夏い。私じゃないよ、これ。じゃないよこれ。あ、今なんか吹っ飛んだね。なんか吹っ飛んだことないな。
この一番最初に1位走ってる赤色は私じゃないね、残念ながら。あの上でさ、なんかテックテックつって走ってる人いると思うんだけど、これが右が1番目で一番左がドベなんだって。で、一番左の白い帽子かぶってるのが私なんだって。だから私がドベで、黄色いバンダナみたいなやつしてる、頭にしてるやつがこの赤色のミニ四駆で1位ぶっちぎりで走ってるやつなんだね。2番のジャガイモくんすらも見えんじゃん。こいつ独走しすぎだろ。なんか反則してんじゃないのこいつ。違法エンジン積んでんじゃね。一人でね。ミニ四駆の側はさ、私らとあんま変わんないかもしんないけどさ。懐かしいね、これ。あ、追いついてきたね。みんな追いついてきた、追いついてきた。いや、すげえ一瞬じゃん。意外と。一コース、一コース。あー、死んだ、誰か。なんかイケメン風のやつが死んだ。ジャガイモくんが残ってるわ。うわー、この盛り上がってるやつ難しい。この盛り上がってるやつ私好きだったな。なんか子供心くすぐるよね、ああいうコースって。わかる。ああいうのをあえてつけるところがなんか子供心くすぐるよね。あれも乗りたいって思う。あれでタイムロスするんだろうけど、初見くんがゴールするまでちょっと待ってくれ。初見氏3位。すごくない？ずーっとドベをドベを独走してたのに。繰り上げで3位だった。よし！なんとか3位に入ったぞ。みんな勝手に自滅しただけなんだけどな。お前の実力では何もねえよ。まあまあまあ、こんな感じだと。このポイントっていうのを貯めて、それでタイヤとか買うんだよ。で、これが買い放題のはず。お、減らないね。減らない。すげえ！あ、すげえ！減らない！本当に。じゃあ、この、電池とか、このミニ四駆のマークが入った子供心くすぐりまくりの電池とか、あとはこのクソ高タイヤ超高いタイヤ買おうか。超高い高級タイヤ、こういうのでミニ四駆の速さが変わるんだろうね、多分ね。じゃあタイヤとか電池とかも変えてるから、やっぱ裏技成功してんだ。まあ、コースアウトしなくなる裏技っていうのは成功したかどうかわかんないけど、まあでもあんだけなんかいろんなキャラクターコースアウトしてる中で、私さ、あんだけ遅れてコースアウトしてなかったんだったら成功してんじゃない？多分。というわけで、子供の頃の夢、シャイニングスコーピオンの裏技を成功させる。カンということで。